イタリア級装甲艦とは、イタリア海軍が1860年代に購入した装甲艦の艦級である。イタリア海軍では一等装甲上気フリゲートと分類していた。で、イタリアの艦首の昇格。まだ国内の工業力が未発達であったイタリアは、宿敵オーストリア・ハンガリー帝国海軍に対抗すべく、アメリカに装甲艦2隻を発注した。これは本級である。 この当時のアメリカ合衆国は南北戦争中で海軍は未発達であり、そのために本級は寄贈艦に鉄板を要所に貼り付けた様式となった。本艦の基本構造は鉄製で3本のマストと1本煙突と艦首に装備された昇格を持つ装甲フリゲートとしてアメリカで設計、建造をされた。 船体側面部に 120mm 装甲板が貼られたホグル輪を持ち、20.3cm 厚生ライフル砲を単装砲がで、片言1機ずつ、計2機と 20.3cm 鉄製格好砲を単装砲がで、片言2機ずつ、計4機と 16.4cm 鉄製ライフル式単装砲を、片言15機ずつ、計30機を配置した。 1861年11月21日に、アメリカ、ニューヨーク、ウィリアム・ウェップ造船所にて、寄港。1863年4月18日浸水。1864年9月18日春光、浸港。1866年7月20日に、立差海戦で戦没。1861年12月に、アメリカ、ニューヨーク、ウィリアム・ウェップ造船所にて、寄港。 1863年8月29日浸水。1864年3月12日浸航。1875年3月31日に除籍。官名ポルトガル王はルイス一世にちなむ。ありがとうございます。